皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。ランボルギーニは、高性能スーパーカーの象徴として広く知られています。しかし、その背後には多くの興味深いエピソードや、知られざる事実が存在します。本動画ではランボルギーニに関する雑学を紹介し、その魅力に迫ります。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。ランボルギーニの創業者、フェルッチオ・ランボルギーニは、もともとトラクターの製造業者として、成功を収めていました。1948年に設立されたランボルギーニ・トラットーリは、農業用機械の製造で名を馳せました。しかし、彼の情熱は自動車にも向けられていました。フェルッチオ・ランボルギーニが、スーパーカーの製造に乗り出したきっかけは、フェラーリとの確執でした。彼はフェラーリのオーナーであるエンツォ・フェラーリに、自分のフェラーリ車のクラッチに問題があると、苦情を申し立てました。しかし、エンツォはフェルッチを侮辱し、農機具屋にはスーパーカーのことなどわからない、と言いました。この一件がきっかけとなり、フェルッチオは自分で、完璧なスーパーカーを作ることを決意しました。しかし彼は経営者であり話すのがうまかったので、この話はランボルギーニブランドを広めるための、逸話ではないかと言われています。1966年に発表されたランボルギーニミューラは、世界初のスーパーカーと称されることが多いモデルです。実はランボルギーニが登場するまでは、スーパーカーの概念がなく、当時では珍しい存在でした。ミューラはエンジンを車体中央に配置する、ミッドシップレイアウトを採用し、その後のスーパーカーの設計に大きな影響を与えました。ランボルギーニのエンブレムには、闘牛のシンボルが使用されています。これは、創業者フェルッチオ・ランボルギーニが、闘牛に対する強い情熱を持っていたためです。また多くのランボルギーニのモデル名も、闘牛にちなんで名付けられています。ただ、戦術したフェラーリとの対抗心を考慮すると、フェラーリが馬に対して、ランボルギーニを牛にしたのでは?とも言われています。ランボルギーニは、高性能なスーパーカーだけでなく、軍事車両も製造しています。1980年代には LM2 という高性能 SUV を開発し、軍や富裕層に提供することを試みました。LM2 はランボルギーニ初の四輪駆動車であり、その豪華さとオフロード性能で話題となりました。また、現在では高級 SUV がトレンドですが、その先駆けにもなっています。現在、ランボルギーニは、モータースポーツにおいても活躍をしていますが、設立当初はレース活動にあまり積極的ではなかったのです。諸説はいくつかありますが、レースという競技は危険性が高すぎることや、フェルッチオ自身が過去にレースに出場した際に、事故に遭っているのでトラウマが影響しているとも、言われています。ランボルギーニといえば、カウンタックが有名ですが、実はカウンタックの初期型は意図的に破壊されたため、存在しません。歴史的な車両にもかかわらず、なぜこのようになったのかというと、安全基準を満たす事故テストで必要になったからです。通常、市販を見据えた車両を事故テストで使うはずですが、当時のランボルギーニ車は赤字であり、車1台を作成することも精一杯だったので、カウンタックの事故テストには、初期型を仕方なく使うことになりました。そのため、市販車両のカウンタックはありますが、初期型のカウンタックはすでになくなっているのです。これもまた古きスーパーカーのロマンですね。ランボルギーニは、その高性能スーパーカーと独自のデザインで、多くの自動車ファンを魅了しています。しかし、その背後には創業者の情熱や、数々の興味深いエピソードが隠されています。本動画で紹介した雑学を通じて、ランボルギーニの魅力を理解していただけたでしょうか。これからもランボルギーニの最新情報を追いかけ、その進化を楽しみにしていきましょう。また本チャンネルでは過去に、ランボルギーニの歴史を紹介する動画を投稿しています。概要欄に動画を添付しているので、興味のある方はぜひ見てください。さて、今回の動画はいかがでしたか?もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。